豊中市は大阪府北部の豊の地域に位置する市、中核市に指定されている。人口は約40万人であり、大阪市、堺市、東大阪市に次いで府内第4位の人口を要する。明治以前は野瀬街道の中間地点として栄えた。明治以降は美濃有り電気軌道の沿線開発とともに住民が増えた。さらに、 大阪市都心から 15km 圏内という利点を活かし、北東部の新千里地区を中心に、大阪都市圏の衛星都市、ベッドタウンとして、昭和30年代から千里ニュータウンの開発が急速に進んだ。そのため、下水道などの都市基盤設備の整備率は高い。交通面でも、阪急電鉄、北大阪急行電鉄と、阪急バスによる公共交通網、 中国自動車道、明神高速道路、阪神高速池田線、新御堂筋をはじめとする、幹線道路網、それに、四北西部の大阪国際空港の存在など、四辺の地である。交通については口述。おおむね、阪急宝塚線の旧都夜中エリア、地下鉄御堂筋線の延長である北、大阪急行電鉄の地里地区に分けられる。北部、 中部4月1日、地方文献一括法によって特例紙に指定され、2012年4月1日に中核市に移行した。地形的には北部が高く南部に行くに従って定地になっている。古気鉱石層で大阪層群と呼ばれる、主に海勢の砂礫と粘土の護層からできている。 その西援部に分布する標高50から20メートルに緩く傾斜した新気候積層の断丘が豊中大地と呼ばれ、市街地の中心になっている。東は、水田市、西は、尼崎市、伊丹市、北は、池田市、美濃市に面している。大阪国際空港周辺の干渉緑地帯などを除き、ほぼ市街化しており、大阪府へのハットリ緑地が、 貴重な緑を提供している。市南部では高川、天竺川など天井川が多い。また、下水道普及率は2018年度現在 99.、99.9%で、全国トップレベルである。豊中市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。都島の名が文献に見られるようになったのは、和道5年、大野安丸が戦場した古事記中間からで、その後、神後慶雲3年、聖徳天皇が都島の人15人に生を賜った記録が続日本記に見られる。1889年の町村政志向により、都島軍と夜中村が発足。 豊中の地名が生まれたのはこの時で、豊島郡の中央にあることから名付けたと伝えられている。これらの、豊かの字は、旧字体では、豊かであり、豊か中と表記した。近世まで明治以降戦後現在の豊中地域では1945年6月7日以降、6月15日、6月26日、7月9日、7月22日、7月30日まで、 米軍による6回の空襲を受けた。被害が最も大きかったのは6月7日の空襲で、現在の市北部の住宅地域が大きな被害を受けたほか、軍需用に転用されていた当時の省内庁の工場地帯が爆撃を受け、学徒動員されていた、不立豊中中学校や不立豊中高等女学校の生徒の多くも死傷した。計6回の空襲による被害は、 理災面積96ヘクタール、理災人口1枚2951人、死者575名、重軽傷者898人、理災家屋3540戸に及んだ。一般公募1707点の中から選ばれ、昭和14年3月30日に制定された。図案化した、豊中の頭文字、と4個組み合わせて、豊ともじり、全体の形を、 中トを見立てて、豊中とした。四つの突起は、豊中市が、四方八方に発展することを象徴している。1950年代後半には、市街地面積が2割、農地、山林が7割程度であった。地里ニュータウンの開発とともに急激に人口が増加。現在では、市街地が7割以上、農地、山林は5%以下と、大幅に低下。 急激な人口の増加に伴い、産業は、商業、サービス業を中心に発展してきた。現在では、バブル期以降の地価の下落とともに、マンションの建設が増加するも、人口も就業者数も安定から、やや減少の傾向を示す。チェーンストアの第1号店として、ライフと夜中店が1961年に、 本町五丁目で、ローソン桜塚店が1975年に、南、桜塚指定目で開業している。また、1955年に、市内で設立され、1961年に、庄内駅前でスーパーを開店した城は、岡田や、二木と並び、イオンの前身となったうちの一社である。阪神間の工業地帯に隣接し、 交通などの立地条件も良好であり、南部には製造業も集積。近年は大阪大学やサイトに近いこともあり、情報やライフサイエンス関係の産業も若干見られる。経済的には古くより阪急電鉄との関わりが深い。そのため、阪急阪神東方グループの中核企業の多くが豊中に本社を置いている。 豊中市内の商業地の地下都市計画法に基づく商業地の指定場所のみ。省内東町以外はいずれも2019年度の工事地下から1平方メートルあたりの価格。省内東町のみ2018年度の工事地下。本町地区千里中央地区豊中市内の郵便番号は北部地域が560から 00xx 中南部地域が 561から 08XX となっている。豊中市役所前シーサー像右かつては中国大阪総領事館も存在していたが、1985年に大阪市へ移転している。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.58%増の39万5479人であり、増減率は 不可43市町村中6位、72、行政区域中17位。また、人口密度は1平方キロメートルあたり、約1万867人で、世帯数は、約17万325世帯。公立私立、公立私立公立大阪大学と夜中キャンパス以降、関大阪音楽、大学私立特別支援学校大学短期、大学専修学校、 各種学校大阪府兵庫県阪急宝塚本線、豊中駅北大阪急行地里中央駅、大阪モノレール、大阪空港駅市西部を南北に結ぶ阪急、宝塚本線、東部を南北に結ぶ北大阪急行電鉄があり、拠点間を阪急バスが結ぶネットワークが形成されている。市北部を大阪モノレールが東西方向に結んでおり、 大阪国際空港や千里中央にも至っている。広域的には、東海道、山陽新幹線の新大阪駅からも近く、交通紙弁の地である。なお、豊中市域には、JR の鉄道路線や駅が存在せず、全国の中核市の中では、豊田市、那覇市とともに、JR の鉄道路線、駅がない。なお、豊中市には、 市営バス及び他の民間バス事業者はないが、過去には、大阪市営バスが、安倍の橋までの長距離路線を運行していた。大阪モノレールに沿う大阪府道2号、大阪中央環状線及び、中国自動車道、阪急宝塚線に沿う、国道176号、その西を並走する大阪府道10号、大阪池田線及び、阪神高速11号池田線。 北大阪急行電鉄に沿う国道423号、南部を東西に貫く国道479号、及び名神高速道路が幹線道路網を形成する。一方で、大阪府道145号をはじめし南部を東西に結ぶ四川道路には、未だに車線以下で、歩道もないものが多く、いつも車で溢れ返っている。 高速道路一般国道主要地方道一般不動。ありがとうございます。